こんにちは、直樹です。今日はね、盛岡駅におります。盛岡駅前ってあるね。で、今日はね、何を話したいかっていうと、エレベーターがね、不便なんだ。こういうな巨大な荷物持ってるとね。で、2機あるじゃねえかって話なんだけど、1機とね、2機ね。ただ、こっち側、駅側には1機しかなくて、わけがわからないのよ。で、逆にあっち側から出たり、こっち側に出たりすると、もう荷物ある場合って、特にね、盛岡来たことがない方ってわからないので、まあ逆巻きでね、見ていただければ、もしかしたら逆巻きって機能がソフト編集のやつであるかもしれないんだけども、まあそんな感じで見ていただければ、そうすればこっちの両端にはまあなんとかたどり着けるし、とりあえずこっち側にはエレベーターがないので、すごい不便なんで、そこら辺ね、ちょっと認識していただければなと思います。まあだからな、もうそういうところだぞって思うんだけどね。なかなかね、実際荷物持ってる人間として試してないからわからないのかななると思うわけだな。ここは1階なんで、地下1まで、ここが階段だね。要するに今来たエレベーターのここなんだけども、足で歩くとここから降りてくるって形で、同じように、隣のエレベーターも同じ仕組み。ほら、あったね、あれ、エレベーターだね。だからね、これ最初に見ちまった方がいいのかな。ここにだからね、エレベーターがないんだよ。だからこっち降りてこっち来てしまうと、もうここで積んでしまうのでね、気をつけてください。で、まあ親切にエレベーターって書いてるじゃねえかって話なんだけども、これ見ることできるっていう場合は、ここまでたどり着いた時に初めて見られるのであって、盛岡駅着いてで初めての方はこれ分からないよね。でね、ここでエレベーターっていうのが分かるんだけども、ここにたどり着く前に、地のね、バスのところに、大きな方の通りに出てしまうと、ここでもうわけがわからなくなってしまうわけよ。エレベーターだってないんだもん、ほらね、荷物こうやって重いやつ運んでるでしょ。だからね、実際一からっていうか、初めて盛岡に来て荷物持って、じゃあどうするのっていうのがわからねえんだよ、実は。だってそうでしょ、初めて来て中央から出てきて、でここを降りてこのエレベーターの表示があったってさ、わかるわけねえんだって。だから町の方面から来ればそれはわかるんだよ、表示があるから。ただ初めて盛岡来た人ってわからないからさ、そこをなんとかした方がいいぞ。新しい盛岡市役所やね、市長期待してるよ。だからこのフェザンビルっていうところの階段も結構きついわけよ。でさらにこっち階段ってあるから、現実的ではないんだよね。だからこうエレベーターって書いてた、だから一番現実的なのはルート的にはさっきのところ来て、ちょっとこれわからないよね。でここ閉められたらもう終わりだからさ、夜とか閉めてんのかな、やっぱり深夜とかね。別に活動時間内にね、盛岡に着かない人だっているわけだからさ。はい、たださっきつってもあんまりわかんねえじゃん、こういうのだよ、こういうのね。えで、やっぱりむちゃくちゃ重いわけよ。でこっからだと視覚でさ、そのスロープっていうのが見えないからさ、結局なんかスロープらしいのは多分こっちだよねっていう判断になるわけだな。だからこれ逆として見てみるのが一番いいんだろうね。だってもう小沢一郎っつったらあれだぜ、東日本大震災の時にしばらく雲隠れしてたやつだぜ。まあだからこそ衆議院で落ちて比例代表でなぜか復活したっていう南部鉄器だ ね。これ佐渡によく使う南部鉄器でございます。で南部ってなんでね、東北なのに南部かって、これ大名だね。
難波藩だね。たまたまね、JR 乗ろうと思ったけども、階段側だったので、なんでまあいい感じでこっちに出て、ほら、ね、これじゃ分かんねえって、だからまっすぐ行って、もしかしたらあっち渡れる、初めて来た方って、あそこ渡れないのよ。だからでもね、見かけちょっと大きいところだし、あっち渡れるのかなって言ったら、あそこ使うしかないから、あそこにはエレベーターないわけよ、エスカレーターもないわけよ。だからさっきみたいに荷物間違ってこっちに入ってしまうと、荷物ね、キャリーバッグ手に持って降りることになるので、注意が必要で、そうするとさ、こっちに行こうとするわけじゃない。そうすると駅に対してエスカレーターの表示はあるんだけど、エレベーターの表示ないよね。こっち側にもないよね。で、ようやくなんかこれあっち側になんかありそうな感じがするよね。でもその先日ちょっとどう編集してるかわからないんだけども、でここでようやくわかるのよ、エレベーターって。で、あれエレベーターねえじゃんってなるじゃない。で、ようやくここでわかるのよ。ただ深夜とかに来た時にこのエレベーターが使えるかっていうのちょっと私もわからないんだよね。鍵かけるところがあったでしょ。だからずっと使ってるってわけでももうなさそうなんだよね。前の岩手県知事と盛岡市長がわざわざ銀座の歌舞伎座のところでわんこそば大会とか、そういうことじゃねえんだって岩手はアピールしますので盛岡はアピールします、そういうことじゃねえんだって。まずこういう細かいところからやらないとダメだよ。おめえら二人がわんこそば食ってるの見て誰が PR になる。で、まあさっきのバスのところね、バスのところだからここら辺におそらく出るよってお話したでしょ。だからそういうことをねちょっと考えてもらいたいな。手ぶらで旅行に来るわけじゃないんだからさ。だからそのね、旅行に来てもらうために歌舞伎座のね、すぐ隣の岩手県の物産のところで知事と市長がわんこそばやったって誰も知らねえんだから。岩手県の人間が例えば鹿児島の市長とか県知事知らないように、知るわけないんだからさ。そんなやつがわんこそばやったってさ、わんこそば大会って2人で争ったところでさ、何も面白くないしさ、誰も知らないよねって話だよね。やる順番が違うんだよ。福田パン買って帰ろって。で、福田パンね、買い損ねた人はね、この盛岡駅北口かな、あ、やっぱ北口にした、北口で買えるんで。ただこれ1個食うとね、もうお腹パンパンになるからね。で、多分現地に行った方が、現地の福田パンに行った方が値段は安いんだよ。あれ、私はマーマレードじゃねえよ、ハンバーター食いてんだけど。あら、あらら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 、らあったあった、ハンバーター、ハンバーターね。だからこっちも売り切れたらどうしようもないんでね。で、現地行った方がね、多分安く食べる。これ多分観光客価格みたいな感じになってるんで。でね、私このブルーベリージャムも好きなんだな。これ食うともう終了だから、ね、かといって1日で食べないと、今すっごい柔らかいんだけどもすぐ硬くなるからね。だから1日その日のうち食べないと。で、ここだと、はい、お願いします。ここだとね、ジェラートも食べられるんでね。はい、買いましたということで、本日中に食べてくださいということで、本日中に本当に食べないとね。ただ量でっかいのよ。で、ね、さっきも言ったように実際のお店の方に行くと安いから、多分これは駅前価格で、東京のね、池袋のアンテナショップ、仙台の、宮城の仙台ショップ、仙台ショップじゃない、宮城のアンテナショップだと萩の月は限定的に売ってるんだけど、盛岡駅はね、宮城県の萩の月も常時買えるみたいね。あ、これを買ってこう、おいに。すごいよね、何かの博物館のキノコ店かなみたいな、すごいいい感じだよね。小岩牛乳はね、東京でも飲めるから。松島の笹釜だね。あ、この小岩の東京でも売ってるから、チーズ美味しいよ。弁当がねえんだよ、弁当が弁当がねえんだよ、弁当が
大変なことになったよね。なんか福田パン食べたらお腹いっぱいになっちゃった。てか弁当ねえみたいな。